雨が降ってきたんだ。悪い、濡れてしまったな。雨宿りしていたら約束の時間に。ごめん、遅れてしまったな。泣いてはいないよ。そう見えたなら謝るよ。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。自動配送ロゴのプロトタイプを出荷する。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。自動配送ロゴが使えるようになれば、配送任務に革命的な変化がもたらされるはずだ。これを君に託す。君にしかできないことだ。
さて、
きに行くぞ。
ターか。待っていたよ。自動配送ロボの起動を手伝うように言われている。荷物は大丈夫だろうな。確認させてもらうよ。よし、上出来だ。状態は文句なし。自動配送ロボを起動したいが、通信がつながっていないとな。さあ、早速だが、やってくれ。これでよし。俺はあっちで準備しておくから、あんたは本部の連絡を待ってくれ。サム、ありがとう。おかげでいよいよ最終実験ができるわ。これは私が設計した。うまく動けばあなたたちの負担を減らせるはずよ。機械なら人間と違ってボイドアウトの危険もない。デスストランディングが起こる前の時代、シンギュラリティ、つまり AI が人間の知性を超え世界を変えてしまうことが危惧されたの。でもそれは起きなかった。機械はボイドアウトを起こさない。機械には死の概念もない。だからビーチもない。 AI がどれだけ進化したとしても死を理解することはできない。だから AI には人間を超えることはできない。私が誘導するから、その配送端末で起動してみて、あとはこちらで動作をモニターする。自動配送ロボはあなたが指示した配送依頼をあなたの代わりに遂行する。できるのは指名なし依頼の配送だけよ。サム、依頼を選んでみて。自動配送では道の状態が悪いと荷物を損傷しやすいけど、道が整備されていけばあまり荷物を傷つけずに搬送できるようになっていくわ。それに配送時間も短縮されていく。自動配送を使うなら気をつけて。これで無事に目的地に着いてくれたら実験は成功よ。今はまだこの1台しかないの。でもこの実験が成功すれば量産していく予定よ。あなたの指示で配送できるようにもなる。ああ、それで運用テストのためにあなたにも1台用意する。よかったら使ってみて。ああ、ごめん、子供がぐずってるみたい。ありがとうサム、またね。サム、ありがとう。自動配送ロボが稼働するようになれば、ノットシティや中継ステーションだけでなく、プレッパーズたちの生活にも貢献するはずだ。だいぶ疲れただろう。君はもちろんだが、BB も休ませて機能を回復させてくれ。
今はまずプライベートルームで休憩するんだ。びっくりさせたわね。来たらまだ寝てたからシャワーを借りたわ。ああ。少し聞きたいことがある。プレッパーズたちが君の噂を。彼女はテロリストの仲間、信用するな。それともあいつもヒックスの被害者だ。あいつこそが英雄だ、カシラ。教えてサム、アメリカ合衆国って何だったの？私の父の時代は世界をつなげる特別な意味を持つ存在だった。ただの国ではない、自由と希望の象徴。物を運んで人と人とをつなげていけばあの時代がよみがえる。父はそう信じた。父が死んで途方に暮れた私にヒックスが近づいてきた。一緒に組んでこの世界の全域をカバーしようって。ヒックスはここより西を仕切っていた。私のエリアとプラスすれば拡大できる。最初のうちはうまくいってた。だけど1年前、テロリストの活動が激化しだして、私たちの配送システムを悪用。やつらは私たちのセキュリティパスを使って都市に入り込んだ。そして知らないうちに私たちは支援物資や薬の代わりに爆弾や銃を運んでた。配達もテロに利用されてたの。首謀者はヒックスだった。しまいには旧世代の核爆弾を入手してミドルノットシティを全滅させた。それを運んだのか。そう、私よ、破壊の実行犯。私が気づいていれば防げたはずだった。だからサウスノットシティの破壊は何としても止めようとした。爆弾を都市の外に運び出そうと。でもヒックスに阻まれた。あいつは私を捕らえ、心と体に消えない罰を。ドキューが私から今を生きる時間を奪ったの。だから私の噂はどれも本当で、全てが嘘でもある。私はブリッジズにもアメリカ再建にも興味はない。
でも父が命を懸けた配送網をヒークスやテロ行為には利用させない。そのためにあなたに近づいたの。どう？私を信じる。いつでも待機している。必要な時は呼んで。